どうも皆さんこんにちは。今回はロマン企画エースモンスターバトルやっていきたいと思います。基本的にはですね、キャラクターごとのエースモンスターを使ったデュエルで原作さながらの熱い展開を見せるということが目標でございます。ルール詳しく知りたい方は一時停止か概要欄をご覧いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは早速デュエルスタンバイ。さあ本日はブラックマジシャンガールデーです。エースモンスターバトルブラックマジシャンガール編いきましょう。デュエル、カードを1枚セットして、でカードをセット、ターンエンド、ごめん、クロスソウルブラックマジシャンガールって最強の動きができますんで、安定ですね。初手安定、事故がね怖いですから、ブラックマジシャンデッキはモンスターを伏せるぜ。ほう、何デッキ？エンドだ。まだまだ行くわ。私のターン。ドロー。そうだな。ちょっと先にドローするか。判定召喚で、ワンダーワンドを装備。一回ちょっとドローしよう。なんかドローしてから考えよう。でここで一回ドロー。ああオッケー。まあいいでしょう。クロスソルとか一番もう一番ひどいチャンスだけど。でデッキ圧縮しといて。で、手札からクロスウールクロスウールゴーカット。さあ行くわ。来てブラックマジシャンガール。はい、かわいい、はい、かわいい、はい、勝った、かわいさで勝った。カードを1枚セット、ターンエンド。俺のターン。いやヒーローデッキらしいので、ちょっとさすがにあの手札の枚数は怖いですよね。さすがにまあエネコンガールなんとかなんじゃないかなっていう。ターンエンド、大丈夫、ドローカード、次普通に、まあね、宝石だけなら勝っちゃうけど、攻撃表示、モンスターを攻撃表示で召喚。さあ行くぞ、バトル行け。今度はこっちの番、モンスターでダイレクトアタックよ。なんか謎のおじさんアタック、よし受け取る。まあですね、100残っちゃうとしょうがないでしょう。ブラックバーニング、よし。どうしたの中大くん。まだまだこれからだぜ、俺のターン。大丈夫中大くん、ヒーローの力、髪の毛寝癖ついてるよ、左側跳ねすぎだよ。朝はちゃんと頭洗ってドライヤーした方がいいよ。ドロー来い、エレメンタルヒーロー、オーシャン、オーシャン、オーシャンが出てきて、海猿が出てきて、手札からヒーローマスク、やばい、なんかなんだっけこれ、エンドフェイズまでこの効果で、何エンドフェイズ時まで、あ、墓地オクトモンスターがそれになるっていう、あ、なるほど、そういうことね、はいはい。今あれね、ミラクルフュージョン、はい、ミラクルフュージョンはあるでしょ、墓地のですよね、ですよね、墓地のモンスターだ、つまり墓地で奥だったとか、あれを、あいつを、フォレットマン、マジこれ、暴れろエレメンタルヒーロー、ジ・アース漫画版のね、漫画版の中大くんのエースカードです、ジ・アースこれ出さないもんね、こんなの出てくるデュエルないでしょ絶対、やばすぎだわ。半終了か、一回ちょっとなんだっけ、3個にしたいんだよね、こいつのカウンターを。あ、オッケー、3だった、オッケーオッケー、いいよいいよいいよ。で、ドローカード、ワンダーランド、では手札からいきまーす。ブラックバーニング、あはかわいそう、めちゃめちゃかわいそう、めちゃめちゃかわいそうだ今。今ちょっとあれが手札があるから、あれがあるから、カーテンがあるから、じゃあもうちょっとお前の用心とかもいらねえや、師匠をリリースしてブラックマジシャンガールを通常召喚、そして手札からワンダーワンド装備い
ケーブラックマジシャンガール500-2800バトル行くわ。これで終わりね。ブラックマジシャンガールで攻撃、ブラックバーニング、いやジアスク、ごめん、ブラックバーニング打っちゃった、申し訳ない。対戦ありがとうございました。さあ、俺は髪の毛も迷宮に、ダブル迷宮に今日はですね、デュアルハゲ合体魔人将来出た、出た、いきなり演出来る、デュエル、私のターン。マジシャンズドット攻撃表示で召喚、マジシャンズドット効果発動。ここはまあカーテンでしょうね。で、エネミーコントロールセットと、まああれ3750出てきたらやばいよね。でもシンプルに3750出てきたらすげえやべえ、3750でしょ、だから1900とか出てきたらもう勝ち、勝ち目ないのか。このサンマシンよ、今こそその力を合体させ、復活の雄たけびを上げよ、見れよ合体マシン、ゲートガーディアン、いいですね。このね、あ、今ルームでやってるんですよね、あのデュエル。演出しか出てこないからすげえ楽しいです、 3D 演出ばっかり。やべ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 、しかし火力高すぎ問題、モンスター効果発動、あ、やばい、カードカード、あ、これもう終わりじゃね、これか、え、もう無理じゃね、処理的には無理じゃね、モンスター効果発動、カードカード、あ、でも効果使ってくれるんだ、なるほど、効果使ってくれるんだ、はいはい、あー、破壊対策なんか間違えたことね。じゃあ、え、もうあいつパクるしかないから、もうあいつもパクるしかないんだよ、あいつはもうパクって勝負しかない、ダイレクトアタック、だから、ちょっと待って、どうしよう、ドロー、ビジョン、ビジョンも見ないからな、クロスのカーテン使って、これでブラックマジャー出して、ブラックマジャー出して、師匠を出して、師匠すまん、師匠出てきてもらって悪いけど、速攻リリースするわ、すまん、師匠。そっとこリリースして、ちょっとお前もらうわ、ちょっとさすがにここ火力高すぎる。で、ですね、ここで、ゲートガーディアンリリースしてセット、これでもう1700突破されたしな、もう本当に次のドローにかけるしかない、そしたらターンエンド、よしよしいいぞ、師匠の贅沢な使い方来た、すげえ師匠で贅沢に使ってあったわ。3750はマジでやばい、さすがにね、しかもスタンバイしてるからさ、アイテムというのが増えてるんだよね、あおじけついたかハゲ、いくぞ、私のターン、ドロー、あー強い、すげえ強い、それはめっちゃ強い、ちなみにそれはめちゃくちゃ強いわ。マジシャンスロットを攻撃を受けて召喚、マジシャンスロットの効果により輝く剣士の宝石を手札に加えて、いくわ、私はモンスターを反転召喚、はい、ちょっと黙ります。はい、帽子かわいい、はい、その仕草かわいい、なに A 細胞、あれなのかな、エイリアン系のあれなのかな、できたかな、なるほどなるほど、エイリアン入ってた、どないしよう、どないしよう、ワンダーワンドで一回ここ装備して、でちょっとね、ドローしに行きましょう。あ、なるほど、大将のあったね、大将のあった、そしたら輝け、賢者の宝石は師匠ブラックマジシャンを呼び出すことができるのよ、だそうです、ブラックマジシャン師匠を呼ぶ効果、そしてバトルフェイズ、これどっちが嫌いだ、いい、とりあえずブラックバーニング、あ、通る、よし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 、いけー、師匠の攻撃、モンスターでダイレクトアタックよ、ブラックマジック、
師匠を、出して、師匠をリリースしたのがハイライトだったわ。対戦ありがとうございました。贅沢に使いすぎ。さあお相手の方、いくわよ。闇劇ね、遊戯じゃないですか。私だって負けないんだから。お前の持ちうる最高の戦術で挑んできな。デュエル、私のターン。完全にあれですね、これ多分ですけど、指定対決になるんじゃねえかという匂いがプンプンしますが、ターンエンド、俺のターン。まあでも手札はかなりいいですね。クロスソウル、リジョン、ブラックマッシュガールが入ってますんで、かなり展開で的にはできると思います。おそらくさあ何劇だ。片思いの、私の片思いの相手ですかね。片思い中、もう色のやばい黒マイトのカーテン。あやや懐かしいな、なんで俺あややの歌出てきたんだ。俺すげえな記憶力。最強のしもべブラックマッシャン。クソかっけえわ。やっぱこのムービー何回見てもクソかっけえわ。やべえわ。とりあえず指定対決ですね、これね。指定対決をお見せしましょう。バトルだ。ターンエンド。何？これが私の実力よ。ターンエンド。私のターン。ビビってんのか。よしよしよし、いい気だ。そら素晴らしい気だ。手札からクロスソウル。師匠をリリースして、師匠をリリースして、弟子を出すぜ。行くぞ。ブラックマジシャンガール。来て、ブラックマジシャンガール。さあ、師匠の屍を越えていけ。ブラックマジシャンガールターン。ガールターン。ミサワさんみたいにちょっと。これで、ターンエンド。今ミサワさんファンに怒られる。ターンエンドよ。俺は。決して負けるわけにはいかない。俺はディスティード、あ、そうか。ディスティードはめんどくさいな。これディスティードの割とめんどくさくないですかこれ。この盤面突破されたらさ、俺はやばくねえ。だってこのカードを信じるぜ。次で俺もディスティードのことしかないけど。魔法発動。やべ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 。杖杖杖。これがなまだエディコントだったらまだなんとなんだけど、セットカードマジで。最強のしもべブラックマジシャン。やべ師匠杖。火力超えられてる。シンプルに火力超えられてる。やべやばい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 。あ、そっちなんだ。なるほど。あ、でもそうか、ブラックマジシャン。そうだ。これが私の実力よ。私のターン。ドロー。あ、ワンチャンある。あ、それはワンチャンある。それに関してはワンチャンあるよ。それはワンチャンあるな。リジョンも攻撃表示で召喚。モンスターを攻撃表示で召喚。手だから。手札から。ロストウール。そこだ。ああ、何？カードオープン。カウンタートラップ。さっきほど使わなかったということが温存していたというのか。やるじゃねえか、なかなか。これどうしよう。これブラックマジシャン出すしかないだろうね、もうね。ブラックマジシャン出すしかないでしょ。いけ、現れろ。ブラックマジシャン。で、効果使わない方がいいですよね。だって今セットカードがあれなわけだから、セットカードがあれなわけだから、使わないでおいてカーテン使わなっちゃうから。で、バトルカーテンはね、デッキがしか出せないで、なんか振りちゃうんだこれ。なんだこれ。ちょ、行くしかねえ。モンスターで攻撃。ブラックマジック。ボールワンの、ちょっと待って、防御札多すぎない？よう、そんな防御札多くて回ってんな、ワルデッキ。やるじゃねえか。さすが私の片思いの当て。このカードを信じるぜ。思い出の片思いは強すぎなんだけど。カードサウンダー、あーやべえ、クソ強え。何その引き。デッキトップにあったのかどうか知らないけど、強すぎじゃないそれ。バトルだ、いけ。やべ、ガンマーレされてんだけど。まずいまずいまずい。ちょっとピンチかも。ドロー。あとワンチャンあるんだこれ。ワンチャンある。クロマイトのカーテン効果と。そしてデッキから師匠を呼ぶ効果。モンスターを特殊召喚。そして師匠に、あ、でもフリーチェーンあんな、これ何これ。怖いんだけど、でももう行くしかないからなこれ。
これやったところでエネコンドアと終わりですもんね、結局バトル行け、ブラックマジック、そこだ、あーで、どっちにしてもそうか、くっそ、でもモンスターが引きなければワンチャン、ワンチャンあるか、ワンチャンすねえか、ワンチャンすもねえわ、クロスソル2枚使ったし、あ、終わったわさすが、あの師匠にはかないませんでした、弟子は師匠にかなわず、やるわね遊戯、モンスターでダイレクトアタックだ、でも楽しいね、普通のデュエルでは味わえないやっぱロマンがありますね、私じゃやっぱりかなわないか、お前の思い伝わった、伝わったの、いいデュエルだった、恋無駄ったやん、やったな、アンズ。